こんにちは、こじこじです。今回は秋葉原の駿河屋でジャンクで購入しましたファミコン用の周辺機器。タイトルには外部音源って書いてあると思うんですけども、正確にはこの中に音源チップとか入っていないので、サウンドデバイスなんですけども、わかりやすく外部音源と言わさせていただきます。こちら、ホリ製の SD ステーションなんですけども、ファミコンのフロント15ピンに挿すことによって、なんとヘッドホンでね、音声を楽しめてしまう。さらにエディット機能のある特定のね、ファミコンソフトのエディットしたステージをカセットテープに保存、読み込みできるといった装置になっています。今回はこちらの SD ステーション、動作確認、分解、修理、動作検証を行っていきます。早速ですが、こちらが今回購入したファミコン用の外部音源 SD ステーションです。インターネットや YouTube なんかでは結構こちら紹介されてる方多いんですけども、僕は実物見るの初めてで、しかもね、なんと100円というね、超安価で購入することができました。それではまず最初にこちらの SD ステーションの機能から詳しくね、見ていきたいと思います。まずこちらが接続端子なんですけども、ファミコンのフロントにサンプレイヤー用のコントローラー挿す部分があると思うんですけども、こちらの外部音源も同じくファミコンのフロントに挿すことによってヘッドホンでね、音を聞くことができるということです。ちなみにこちらがボリュームになっています。さらにコメント欄でいただいたんですけども、ロードランナーやエキサイトバイクなどの自分でね、エディットしたステージをカセットテープに録音してデータをね、保存できるということです。こちらでヘッドホンモードとデータレコーダーモードの切り替えができるスイッチがついています。今回はこちらニューファミコンを使用して SD ステーション外部音源の動作確認を行っていきます。通常のファミコン、このフロント面にこの外部音源を挿すね、コネクターの端子があるんですけども、ニューファミコンの場合、このね、横側、こちら側に端子がついています。それでは外部音源 SD ステーションつけていきます。意外に固めですね。スルッと刺さるというか、こういう風にしっかりガチャッと刺さなきゃいけない感じです。多分こんな感じで綺麗に、ね、セッティングできていると思います。今回はヘッドホン端子から音を聞くだけなので、こちらヘッドホン端子の設定にしています。それでは今回はこちらのスピーカーを外部音源 SD ステーションに接続しまして、動作確認を行っていきます。こちら電源入れまして、のファミコンの方も電源オン。それではサウンドテストモードに入って外部音源チェックします。無事にサウンドステーションのヘッドホン端子につないで、こちらのスピーカーからしっかりとね、音出ています。こちらにね、ボリュームつまみがあるので、ボリュームつまみの方もチェックしていきます。それほど音量に変化がないのと、あとこのボリュームめちゃくちゃ硬いですね。全然下がらない。そしてなんか途中の音というか、強弱しかね、メリハリしかつかない感じのボリュームになっています。完全にボリューム端子おかしくなっている感じがします。続いてロードランナーを使ってエディットしたステージを保存したり読み込んだりできるね、機能があるというふうに聞いているので、そちらの機能について試していきます。まずこちらヘッドホンモードからこちらのレコーダーモードに変更します。よいしょっと、こういった感じですかね。ちょっと今手で動いちゃったんですけど、このモードをこちらにね、変更しておきます。そしてロードランナーをしっかり挿しまして、電源オン。それでは画面直撮りでちょっとね、エディットモードやっていきます。とりあえずしっかりね、クリアできるステージ作らないと保存できないかもしれないので、ステージ作りました。とりあえずプレイします。
ということで、こんな感じでね、一応クリアできるステージをね、エディットしてみました。ということで、この画面でセレクトを押すと、セーブとかロードとか出るらしいんですけども、出てないですね。なんか、点滅が止んで、なんか出そうなんですけども、ちょっとダメそうです。ということで動作確認を行った結果、ヘッドホン出力は無事使えて、ちょっとノイズ入ってる感じがするんですけども、こちらの本体の問題か、それともスピーカーの問題かはちょっと切り分けがね難しかったりします。で、問題なんですけども、ボリュームがね、あんまりボリュームの役割を果たしてなくて、接点が汚れてたり、ちょっとね接触不良なのかなって感じがありました。またレコーダーモード、データ保存するモードなんですけども、もしかしたらこのボタン、こちらもね接触不良でセーブロード機能がね使えていないのかなという感じがしたので、今回ねこちら分解して中身の方を綺麗にすればどうにかなるかなと思うんですけども、中身に故障があった場合ちょっと今回直せないかもしれません。それではとりあえず 1,2,3,4 箇所ネジプラスネジで止まっているので外していきます。ちなみにこちらホリエレクトリック COLTD メイドインジャパンということです。型番は SD-1 です。ということでネジ4本外せましたら、多分このままパカってね開くと思います。この向きでいいのかな、この向きで、そうですね、こういった感じで普通にね開くことができました。内部なんですけども、ハンダがクラックしてるとか劣化してる様子はパッと見でないように思われます。とりあえずこちらの端子、ネジ2本でね締まっているので、この端子きっとね、なんですか、ここハンダクラックしないようにね、こういった感じでしっかりネジで止まっていると思うんですけども、こちらのネジも外して、それでは基板なんですけども、このような感じになっています。あ、思ってた以上にシンプルだし綺麗ですね。まずこちらのボリュームなんですけども、20キロ抵抗が使われているようで、こちらにすることによってこの接点がなくなって完全に音がなくなるはずです。で、こちらにすることによって20キロの抵抗だと思われます。それではテスターを使ってね、実際何キロぐらい抵抗あるのか見ていきます。最大で 17.9、18キロぐらい抵抗になっています。それでは一番下に下げて、多分これだとね0とか全く測れない感じだと思うんですけども、この状態だと14、12とかなので、このボリュームスイッチ使っても音がねあんまり大きさ変わらなかったのは納得できます。とりあえずここは後ほど接点復活スプレーをかけて、なんとかね接触良くならないか試してみたいと思います。続いてこちらのヘッドホンとレコーダーを切り替えるスイッチなんですけども、このような感じで端子の付け根がかなり錆びています。とりあえず一番上のこっちに切り替えて、しっかりとね導通してるのか、使えるスイッチなのかチェックします。全く繋がってる感じないですね。スイッチなんですけども、こちらもちょっと特殊な感じのスイッチで、まあ、探せばあるんだと思うんですけども、今手持ちにないので、とりあえずこのスイッチを取り外して分解して綺麗に直そうと思います。それではスイッチ取り外していきます。まずフラックス塗ります。とりあえず適当にハンダ持っていきます。それではハンダ吸い取り機でハンダ吸い取っていきます。最後に余分なハンダをハンダ吸い取り線で吸っちゃいます。ということで結構綺麗にハンダ除去できたんじゃないかなと思っています。それではスイッチ取り外していきます。いけました、綺麗に取り外せました。パターンとかね壊すことなくスイッチ取り外せました。これ修理できんのかかなり謎なんですけども、ちょっと修理していきます。それではスイッチ分解していきます。この部分とこの部分、反対も左右同じなんですけども、返しがついていて金属がしっかりね止まっているので、ちょっとペンチで曲げてどうにかします。
ということで綺麗に分解できました。中身思っていた以上に錆びてない感じです。接点復活スプレーを綿棒につけて端子磨きます。反対側こちらの端子もとりあえず磨いておきます。で全体的に錆びてそうなこのね端子の足も拭き取ってきれいにメンテナンスをします。ということでメンテナンス後のチェックなんですけども、若干ね調子良くなったみたいです。さらにボリュームのこの部分に接点復活スプレーかけました。こういった感じでねちょっと磨いてみます。それではスイッチ元に戻して再判断していきます。ということで無事に再判断できました。ボリュームスイッチメンテナンスを行ったので逆の手順で組み立てて再度動作確認を行います。 SD ステーションメンテナンス後動作チェックを行います。新しくエディットしました。それではまずヘッドホンモードからチェックします。先ほどこちらのボリュームあんまり聞かなかったんですけども、こういった感じでボリューム上げすぎちゃうと音がね割れちゃう感じ、ブリブリいっちゃうんですけども、無事ねボリュームしっかり聞くようになりました。続いてレコーダーモード使えるようになったのかチェックします。テレビの方に合わせながらセレクトボタンを押します。残念ながら変なこういった感じの音は鳴るんですけども、セーブ画面とかそういったメニューが出てきません。ネット上の情報でロードランナーで使える的なことが書いてあったんですけども、多分エキサイトバイクレッキングクルーとね勘違いして書かれていた情報なんじゃないかと思います。それでは著作権の関係で画面とかね音楽とか一切ねお見せできないんですけども、エキサイトバイクでデザインモードに入りまして、こちらからセーブの項目使用してみます。画面上こういった感じでセービングということで、どうやらエキサイトバイクレッキングクルーなどにはね対応しているものだと思われます。ということでファミコン用の周辺機器 SD ステーション、やっぱりジャンクということで、このボリュームつまみだったりヘッドホンレコーダーの切り替えスイッチ、このあたり接触不良を起こしていまして、分解メンテナンスすることによってね無事修理できました。ヘッドホン出力、音声のヘッドホン出力に関してはちょっと音声上げるとね音が割れ気味になってしまうという問題点があるんですけども、それ以外は特別問題ないかなといった感じでした。でこのレコーダーモードに関してなんですけども、今回保存する時のセーブ音パルス音をねスピーカーから直に出力して聞いたんですけども、確かにあのパルス音ならしっかりね保存できるんじゃないかと思います。今回読み込みこそ行っていないものもちゃんとねカセットテープに保存して読み込みすればねしっかりエディットした画面がね出てくるんじゃないかと思います。この動画が面白かった参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるんですけど、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。